パンチあるねこれ。香りやばない、うん、こんな香りする、すごい香りやけど。しかもさ、何、鼻で嗅いだら香り全然そんなせえへんねんで、うん、口の中入れた時の香りすごくない？どうもこんにちは。ここです、スーパーフルーツティーチャーのなおです。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ、はい、今日は、梨の完熟したものを食べようという回でございます。はい、梨の完熟ですよ。なかなか完熟の梨を食べようって思わへんの？じゃあ普通、いや思わへんことはないけど、うん、ないっていうか、そうやね、なかなか手に入れない、そういう概念がないもんね、あんまり。そうそうそう、うん、もちろん梨の産地に行けば、はい、いやもう僕らは、私らはそんなん食べてるよっていう人がいるかも分からへんけど、うん、うん、大阪でしかも僕ももう10年ぐらいおるけど、はい、梨の完熟っていうのはなかなかない。そうですね、完熟を歌って出荷してくる梨っていうのはなかなか見かけへん、見かけへんっていうところでね、うん、で、まあ、今回なぜそれがあるかっていうところなんですけども、はい、まあ、ちょっとこの間奈良の Vlog のアップしたんですけれども、はいはい、虫の害が多いっていうのをねちょっと言ってたのが気になりますね。うん、うん、そう、カメムシですよね。今の音何？今の音はあのスズメを追う大砲やね。ああ、そうなんや、うん、柿の農家の農家さんから、うん、梨の農家さんを紹介していただいて、はい、でその農家さんのところに奈良県に会いに行こうって言って会いに行ったら、結構そのこだわってはって、もう見た目で肥料もそうやし、はい、形とかもめっちゃこだわって、そうなんです、なあ、ほんまに、あ、いい農家さんやなと思ったよね。ですよね、うん、なかなかあの生産者さんとお話ししててやっぱ突っ込みたいとこたまに出てくるとかあるのよ、はい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 、そここだわらへんねやみたいなのが、うん、そういうのがねほぼないっていう感じ、うん、でそこまでこだわりますっていうとなんかと部分が多かった。そうだ、ね、生産者さんね、うん、なんか年代的には多分、まあ、年聞かへんかったけど、うん、ほぼほぼ同い年だと思うへん。そうです、ね、多分そう終わりぐらいね、年代だと思う、いやな、完全に同年代で、うん、もう子供さんも直先生と近かったし、うん、で3代目って言ってたね。そうですね、その辺もちょっとね、うん、だいぶ直先生も3代目、果物屋で3代目、向こうは梨農家さんで3代目みたいな感じだったから、うん、おお、もう歴史あるねって思って、はい、まあ行かしてもらってね、縁があってっていうところ で、 ですよ。そこがもう樹上完熟の梨を作ってるっていう完熟出荷なんですよ、うん、はい、もうこれが熱い、うん、よーと思ったよね。そう、もうじゃあどんなものが出来上がってるのかっていう、そうそうそうっていうところがありまして、今日はその完熟出荷の梨を食べてみようっていうのと、はい、まあ、比較で通常仕入れてるこれがそうなんですけども、うん、農協出荷のやつがあるので、はい、まあ、ちょっと味の食べ比べもしようかなというところでございます。はい、ちょっとさっき見た目いってもいいですか、はい、玉のね、これ香水やね、香水、香水です、サチですね、うん、でこっちの左側が完熟した奈良県 で取ってきた樹上完熟梨なんですよね。でこっちが農協の香水なんですけども、やっぱりねこの色がね全然こっち 緑なんですよね。そうなんですよ、これやっぱだいぶ早く取ってる、うん、早取りしてるから緑っていう、うん、緑なんですよね。でそれがやっぱり完熟するとそういう部分がないというところなんですよね。もうなんか別の梨っていうぐらい色違うもんね。違うよね、はい、まあ、だいぶ早いんやろね、まあ、だいぶ早く取らはるって言ってもだもんな。で、うん、早く取らないとそのやっぱり輸送に耐えれないって言ってたね、うん、っていうところで、まあ、こんだけも見た目の違いがあるので味の違いがあるのかっていうところをちょっとこの後チェックしましょうか、はい、でちょっと品種の紹介ですよ、はい、こっちがそれはね夏しずく、夏しずく、はい、っていうですね、多分青ですよね、青梨ですね、青梨ですね、もう梨 のこの流れの中でもう結構初期に出てくる梨です、ね、梨ですよね。でこっち2つが香水、ね、完熟香水と農協出荷の香水と、はい、いうところで、はいはい、早速用意してもらえますか。はい、はい、お願いします。はい、用意してもらいました、はい、ありがとうございます。梨はね、うん、もう見た目あんま分かんないんですよね、こうなると。そうなんよね、一番左が夏しずく、夏しずくです。で真ん中の2つが完熟の香水、この右っこが、農協出荷の香水。もう香水 この違いだけ見てもちょっと梨はほんま分からへんよね、切ったら。そうですね、ただやっぱり切ってる感じはねだいぶ違うよ。あ、
感じは、うん、そうなんや、聞いてる感触が違うってこと、ね、そうね、完熟品はやっぱりあのちょっと果肉が柔らかめ、ああそうやね、うん、ですね、こっちは若鶏やからやっぱ硬いんかな、硬いですねってことね、うん、ただまあなしってこのシャリ味が好きって人もいてるやん か、うん、まあ、かそれがどう味が出るかっていうとこかなっていうとこかな、はい、ということでどれから食べましょうか、まずじゃあ農協出荷をいきましょうか、香水からいきますか、香水の農協出荷です、はい、わかりました、はい、まあ、一般的なやつですよね、はい、うん、うん、全然いいんちゃうこれ、うん、うん、まあもうちょっと甘かったらいいかなって感じがするね、うん、でもまあこんなもんかって言われたらこんなもんのような気もするし、まあ、香水普通の香水ですね、うん、望むなら甘い方がいいけど、うん、こんなもんだよねっていう、うん、なるほど、うん、だから硬さもそんなパキパキって感じじゃないね、まあ、程よく柔らかく、まあ、こんなもんかってこんなもんかって言ったらもうすごい難しいやけどなそうやね、まあ多分結構スタンダードやと思うよ、うん、これまあね、うん、はい、はい、で次は完熟品いきましょうか、香水ね、香水いきますよ、あでも刺した感じ、刺した、いやでも刺した時の汁気の出方が全然違うよ、なんやろ、甘みが強いねこっちの方が、うん、甘いけどシャリ味がやっぱりだいぶ農協出荷と比べたら弱いかな、なんかね後味が甘い、うん、最初そんな感じひんかって感じが感じるけど、うん、農協出荷のやつとそんな違い出るかなと思ったけど後味が甘い、うん、ずっと引いてる、今もだいぶ食べ終わったけど全然引いてる甘さが口の中が、うん、まあ、残ってる、梨の甘さで残ってる、うん、これ別の果物じゃないこれ、いやいやそんなことはないけどそんなことない、なんかその味の広がり方も違うし食感も違うから、そう味の広がり方は違うね、うん、なんかねその表現すごい難しいのはねこれなんかめっちゃ 甘いって言ったけど、うん、僕ね初め食べた時に初めガブって言った時はそんなに対して変わらんかなと思って、うん、どうだね、うんうん、でもその後のやっぱりこのジューシーさも違うし、うん、ジューシーさはこっちの格段に上ないで、そこから先言ったらじわじわ上がってくる甘さ、そう、ね、今もめっちゃ甘いんですよ梨で、この残り具合はすごいな、そうで梨って香りないんですよあんまり、うんうんうん、でもこれ香りあるなある、うん、あるね、今香り残ってるよ、あるあるある、もうだから口だから梨やもん、うん、そうだから梨の、あこれが梨の香りかっていうのを、うん、っていう感じたってことかな、うん、長いな、うん、これは美味しいな、癖になるなこれは、うん、すごいこれ表現難しい、難しい、今日のやつほんまめっちゃ難しくて、うん、どう言ったらいいんかなって感じやけど、もともと梨って繊細やもんね味が、うん、うん、美味しい、まあ特徴はだからやっぱりジューシーさと後にこう残る梨の香りかな、なんか他の果物に比べてさ、だマンゴーみたいにさ、まあ、甘くて濃いみたいな感じでこれは甘み足りひんなっていうのと、うん、さっき言った繊細やからその甘さはそういう甘さじゃないのよね、うん、すごい繊細な甘さ、上品な甘さだけど口にじわじわ残ってるっていう感じだな、うんうん、夏に冷やして食べたい味よね、うん、これ、はい、次は、はい、次は夏しずくいきましょうか、うん、これも完熟、これも完熟です、おこれはまたちゃうな、すごいな、パンチあるねこれ、香りやばない、うん、こんな香りする、すごい香りやけど、しかもさ何鼻で嗅いだら香り全然そんなせえへんねんで、うん、口の中入れた時の香りすごくない、なるほどね、これが完熟なしか、え分かる、この、うん、鼻でそんな香りせえへんやろ、うん、なのに口に入れた時の香りというか、うん、味というか違う、香水ともまた違うね、何だろう、ほんまに花みたいな香りするよね、花、あー花、うん、で甘さで言ったら多分香水の方が甘いんやと思うわ、うん、だけど分からない、糖度はな、うん、だけど口で感じる甘さは変わらんよね、うん、でどっちかというとこの完熟香水は甘いな、
甘いよこれ完熟香水はなんか初めなんかこうじわ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 湧いてくるような甘みと香りやけど、これこっちの夏しずくの完熟は初めにガツンと甘みこえへん、ガツンと甘みきてガツンと香りがくるから、そうもう初めの一発目の攻撃力が全然違うと思う。すごいな。うわ美味しいなこれ。うん。いやこれが梨の香り、これむずいな。今日もうすごい伝えるの難しい。なかなかほんまこんな難しいのないけど、ね、バナナの匂いとか香りとかやったら多分みんな分かってくれると思うけど、梨の香りがすごくするって多分お客さん見ても何のこっちゃってこと、ね、なんか違う例えをしようと思ってんねんけどうまく出てこない。いやこれは美味しいな。うん、甘い、さっきも言ったけどさ、うん、甘いもいろいろあるから、うん、香りが違うな、うん、僕の中ではこれはねもう農協出荷の梨とは別もんやね、うん、今までの僕の食べてきた梨とはちょっと違うもんやわ、うんうん、多分お客さんに店頭で説明するときに、いや梨の香りがいいんですよって言ったら、なんやろ、あ、そうなんですかとは多分ならんと思うのね。分からん、うん、これ食べたら分かる、分かる、全然確かに香りがあるんよ。でその香りがあるっていうのが多分完熟梨の特徴。しかもなんでもな、香りあるっていうかさっきも何回も言うけど、鼻で買うんだら ないねんで、これないない、鼻でやって、うん、鼻で全然ない。口に入れて初めて甘さと香りが分かる、うん、珍しいね、うん、面白いわこれ。深いな。これはでもこの、今回いただいた生産者さんも10月ぐらいまで、はい、出荷してくれるじゃないですか。はい、そうですね。で今回代表品種だけで6品種あげてくれたの、はい、そうですね、そうですね、はい、まだ2つだけやんか、うん、あと4回楽しめんだよこれ。すごいな、これすごいね。しかもその4品種のうちの2つはもろもまだ食べたことない品種やったもんね。福水とカンタね。そう、うん、これはちょっと面白いね。な、福水は三重県のさ、品種って言ってたね、うん、言ってましたね。なんかね、いやー、うん、すみません、ちょっと今回ちょっと伝えるのが難しいんですけど口の中で梨の香りが広がるとしか言いようがない、うん、もう違うの、香水と夏しずくは明らかに香りが違うっていうところですね。違うな。いや完熟ってやっぱいいな。いいですね、うん、やっぱ こんだけでも果物長年携わってて、こんなんやろ、このちょっと鳥肌立つような感じって久々やわ。いいね。いや今回の回、年間の中でもちょっと思い出に残る回、このね、これ全然伝わってないで、多分全然伝わってないけど僕ら的には結構これ多分印象深い回にはなってるよね。うん、そうですね。ちょっとその僕らの経験値にないものやから余計にそういうのが感じるんやると思うねんけど、うん、そうですね、うん、もうちょっと なし、この香水なしとかの、なんていうかな、この今まであったこのトップクラスとがちょっと変わった、うんうん、突き抜けたらこうなんねやっていうのが、うん、思い知らされた感じだね、うん、食べて分かるな。分かる香りが、うん、いや切っただけでは全然分からへんわ。で 香っただけでも全然分からへん梨は、うん、食べて初めて分かんねんな。いやこれをでもあれね、この生産者さんがもうこれが一番ですよっていうのを一回食べてみたいね。あ、向こうがね、うん、うん、そう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 、あの今回もともとその生産者さんはお客さんがついてて、そうそう、7割ぐらいはもう自分たちでもう売れるって言っててね、うん、そうなんですね。そうそう、で残り3割の3割もう大体産直市みたいなとこで売れるんですって、うん、でそれの僕らはさらにそれで売れ残ってるやつを引き取りますよっていう形 で、ね、まあ、フードロスの観点も含めて、うん、あのイノシシの餌にするって言ったからもうそれやったら僕らがせめて買ってお金にちょっとでも変えてくださいみたいな形で、うん、この梨食べてたらイノシシ多分これ食べれんかったら怒り出すよ。そのイノシシ肉も美味しいかも分からないな、まあ、それを食べてみたいな。ほんまやね、うん、まあ、そういうところでちょっと今回ほんま完熟の梨というところで僕らも新しい出会いがありました、はい、本当に完熟はやっぱいいなっていうところをおすすめできる内容なんですけども、伝わったかどうかは正直、はい、ごめんなさい、ちょっといまいちやったかもわからないんですけれども完熟はいいというところで、まあ、今後この生産者さんからも残り4品種ありますんで、はい、まあ、そういったところもそうですね、また動画で、うん、はい、紹介していきたいと思います。でこれまた売り出せるんかな、どうするんやろ、ちょっとその辺僕まだ聞いてないんやけど、もうちょっと電動出します、うん、ちょっと今回
初めての取引なんで、まずは買って味見の観点から僕ら一回買ってるので、まあ、次ぐらいからまあ売れたりもするのかどうかはちょっと分からないんですけども、そうですね、ちょっとずつ、まあ、多分本当に多分出会えたらラッキーだと思います、うん、量もないんですよ。だからまあ店頭売りして、まあ、すぐ売れてしまったら終わりかなっていうところもあるかも分からないんですけども、うん、っていうぐらいの感じで見てください、はい、というところでいいでしょうか。はい、はいはい、では次回もよろしくお願いします、はい。